私が、死の占い師です。ああ死んでほしいね。わかんねえわ。一番強靭だったらやべえな。やべえな。一番強靭だったらやばい。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。潜伏しよう。まあはい、ポストどれな、わかんない。はい、まあとりあえず特にないんでお願いします。こいつやばいな。6万さんお願いします。こいつやばいぞマジで。ホスト誰だよとか言って、この人ホストだよ。僕占い師です。8番さん占い師郎でした。とりあえず8番白把握しておいてください。お願いします。はい、皆さんおはようございます。ということで、私が、死の占い師です。それでなんかゲーム始まる前に急に始まって、もう占い先、決めてるんですよ。3番さんがルームマスターだったんで3番さん占いました。黒でした。なので、3番さんはもうすぐ釣っていただきたいですね。まあ、7番さんはね、多分人狼はないでしょう。人狼はないでしょう。多分強人だと思います。なので皆さん3番釣りでお願いします。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、私もまあ何もなしで始まっちゃったので、5番さん6番さん、8番さん9番さんが言ってて、あ、3番さん釣りでいいと思います。3番さん9番さん占い隠しました。3番さんもう釣りでいいと思います。まあ、説明してないのにしたって言っててよくわからないし、以上です。こいつアホや、こいつアホや。それでいいのかなという感じです。持ちますだってあとは特にないの。いや本当の人3番のプレイヤーは発言してください。こいつなんだよ。こいつなんだよ。僕も村人陣営で特に死はないです。今日は三釣りですね。人狼じゃなかったとしてもこの人村りないので、残しておいても人狼にあや、なんていうんですか、人狼に利用されるだけなので、さんまさん、黒でも白でも今日は釣るべきだと僕は考えています。うん。で、二周目ちゃんと黒目を上げていただきたいかな。僕の目線では本当に色が見えない、皆さん。うん。5、6、1、2。まあ、8番も正直、片白っていうだけなので、7番が新占いっていう確定ではないんですよ、まだ。この状況では。なので、皆さん、ちゃんと3番が黒っていうことを考えて、3番の相方一応、ちゃんと黒目上げてほしいかなって思ってます。4番だな、これ。4番人狼だよ。もう逆に言うか。発言してください。発言してください。はい、今日、まず3番さんの次も確定です。これはもう確定なんですけど、4番さんの言ってることがすごく分かんなくて、なんか、言ってることがすげえうろうろしすぎてて、まず最初に3番さん狼だったら相方探してほしいみたいなこと言ってたんですけど、3番、探すんですかって話で3番さん落ちてるんですよ、なおかつ3番さん叩く発言なんて、まあ、あからさまに出てなかったんですよ。知れてるルールぐらいで、それどうやって相方探すんですかって、え、何言ってんのと思って、でこのったら今度は3番さんが村かもしれないとか、村かもしれないっていうか村だったとしても釣りとか、え、狼じゃないってことですかって、え、何言ってるのって思って本当に。でそしたら今度また最後に人狼だったら味方探してくださいとか言ってるんですよ。え、結局あなたは何を見てるんですかって話で、何が言いたいのかも全然わかんないです。4番さんマジで、え、何なんですかね、狼なんですか。本当にわかんないですよ、4番さんの言いたいこと。いやもうね、3番さんマジでね、死んでほしいね。3番さんマジでね、消えてほしいね。本当に自分勝手すぎや。3番さんもうひどいね。僕はもう今日3番さん釣り。ね、もう一人人狼見つけないといけないんだけど、まあ、今のところ7、9は、まあ、フラットだけど、どっちかっていうと、まあ、9番さん、ちょっと新目で見てるけど、ありがとうございます。まあ、強靭の黒足特攻っていうのもあり得るから、はい、まあ、7、9は今のところフラット。気をつけます。はい、
考察しますね。まあ、ヨンマさんのその、サンマさんとの LINE の話はまあいいとして、3番さんと唯一 LINE があるんだとしたら9。9と7の審議はどうでもいいんですけど、3番がもう人狼 CEO してたから、9番さんが、占いで黒出したという相方切りだと思う、完全に。これ、まあ、3番さん今日釣られたら、9番さんほぼ終盤まで残ると思う。巨人の黒出し特攻で、3番占う意味もわからない。ルームマスターだからっていうのは理由にならないね。で、それで9番の新芽が高いって言ってる6番さんも怪しい。で、あとは3番さんが相方だった場合に一番怒ってる人。僕は6、9だと思ってる。3番さん今回釣り番安定だと思います。で、4番さんが、まあ、3番さんとラインを見つけたいって言うんですけど、うん、まあ確かにその1日目だとまあ LINE は見つかんないと思いますね。本当にまあ5番さん何言ってんのとは言ってましたけど、本当にその通りだと思います。本当に黒に見えます。本当に黒寄りに見えます。うん、でなんか9番さんが3番さんに黒出しして、3番さんがなんか人狼使用し、でもこの行動もワンチャンなんか9番さんちょっと新芽上がりますよね。でも7番さん自分に白出ししてるんですけど、ちょっと怪しくない今の発言。まあ、次の占いに任せるというか、次の占いで考えたいですね。うん、以上です。はいはい、ということで皆さんの意見聞いたんですけど、もう3番ほぼほぼっていうか、もう自分で言ってるもんようなもんすよね、人狼で。で、それになんか、それを3番とのラインを見つけに行った4番さん、ちょっと黒く見てて、で、7番さんの言ってることってなんで3番を占ったかっていうでしょ？で、ルーマスターで適当に始まって、ちょっとマナー悪いな、3番占おう、3番占って黒。うん。これが理由にならないってことは、あなたが8番占ったセオリー通りも、じゃあなんで占ったんですか？セオリー通り左占った。理由になんないですよって言ってるようなもんで、ブーメランなんですよね。結局は1日目なんか適当なんですよ。うん。なので、まあ、3、4、7。うん、これで終わんのかなって感じしますね。まあ、あんまり考察してももうこれ簡単な部屋なんで、もう終わりたいと思います。以上。1番のプレイヤーは発言。で、4番黒出し、はい、そうですね。一応今はグレーズリーだと思うので、うん、あ、そっか、3番さん釣るんですよね。うん。まあ、その他で占い師はちょっと後でって感じだと、私はなんか4番さんが結構ムラ目に見えるので、まあ、ムラ目に見えると。6番さんがちょっと黒目ですね。うん、なんでかっていうと、6番さんはもう3番さん人狼ってもうロックしちゃってるので、なんでロックしちゃってるのかな。ほぼほぼとか言うなって、やばいね。ちょっと今ミスった、ごめん。まあちょっと、そうですね。7番さん、9番さんはまあフラットなんですけど、一応、今の発言ダメだな。若干ちょっと7番さんの意見に、賛成な気がしますね。うん、以上です。ほぼほぼって言っちゃったかな。ちょっとやっちゃったな、俺な。やばいよ。3番、本当に人狼なんかな。これ、嵐でさ、ワンチャン村の線あるよね。うん。そうですね。やばい。件が多いっていうことで、5番さんにすごい叩かれたんですけど、5番さんちゃんと僕を黒って言ってるので、5番さん村なのかなって正直思いました。で、6番さんがちょっと便乗位置で、7系の審議ついてないんですよ、本当に。なので、全然、3番釣ってから9番釣りもあり得るんですよね、これ。9番の新芽が高いとかみんな言ってるんですけど、9番が強靭で黒出し特攻した可能性って全然あるのって。ありますよ。うん、9番を審で見るのは全然まだ早いかなって僕は思ってます。うん、で、1番さんが僕、みんな、僕を黒いって言ってて、その中で1番さんがそこで切ったんですね。うん。なので、ちょっとだけ1番さんの白目は上がった。投票を始めてください。ピッ。ありえん。オラじゃないべ。多分4黒だよね。これ確実に。俺6占ってしろって言おう。4白って言っとこう。4白。はい。6潰そう。昨夜死んだのは。うわ。7番。こいつマジで村じゃない。やばいぞ。発言してください。おっと、7番さんが噛まれた。噛まれたか。7番さん噛まれたのか。おぉ、その占い結果聞けないのか、マジか。4白。でも正直自分目線9番さんの方が新名上がってんすよね。して。むずい。占い理由大事よ。怪しかったってよ。マジか。9番さん思ったのかな、から言うと。どうすんだ、これは。いや、正直、
これはどうすればいいかわかんないですね。占い理由は大丈夫。自分印象残ってるとしたら4番さんの、なんか叩いたんで5番さん白にいますっていう、なんか、自分を白に見てほしい、すごい、白に見てほしい感が。8番潰すか。白に見てほしい感があったんで、ちょっと白、でも確かに、占い白出てるのわかんねえな。9番強人だったらやべえな。マジやべえな。9番強人だったらやばい。わかんないですね。本当にわかんない。ちょっと、他の方の意見聞きたいです。以上です。はい、おはようございます。ということで、4番さん占ったところ、白でした。占い理由としては、ちょっと、その前日のもう発言ですよね。もう3番との LINE を見つけてる。あの状況で LINE っていうのは、もう3番さんの発言がなく、みんなが3番さん叩いてるところで、LINE とか見えない。でも裏だったら白だったってことを考えると、あと一人どこにいんのかなーって感じなんですよね。もう狂人と人狼はもう連れてるんで、もう結構楽なんですけど、もう4番しか白がわからない。ってなったところに、まあ発言のない8番、7に白出しされてて、まあ発言が伸びない。で、釣り1も上げない。ワンチャン8あるのかなとは思ってますね。もう正直1、2、5、6番さんの色は、今のところちょっと色は出てません。はい、以上です。いいんじゃねこれ。いいんじゃないこれ。はい、そうですね、8番さんの、なんか意見がかなり動揺してる感じに私は聞こえちゃって、で、あとは9番さんが、お前か、9番さん目線は3番さん人狼なのですよ、ね、お前か、一人狼を連れてる。でもなんか9番さんが4番さんに白出しは、まあ私も4番さん結構ムラめに見れるので、そうですね。ただまあ、狂人、まあ、もし9番さんが狂人だとして、狂人を残しといていいのか、グレーズリをした方がいいのか、あとはまあ、やっぱり、まあ、6番さんの意見もちょっと、聞きたいです。以上です。お前1番お前かお前、人狼お前。お前も黒い字上げてねえが、お前かお前。4番さんにね、その、前日ね、言われたんだけど、別に黒い字上げてないわけじゃないよね。6、1でここは怪しいなって言ってたよ。特に6番が怪しいなとは言ってたけど、まあ、4番さんになんで占いをしたのかなと思った。言っただろ、言う。内容確かに言ってたけど、2戦目の発言で4番さんは俺普通に村人っていうか村目で見てるんじゃないかなとも思った。だから9番さんワンチャン、狂人あって、ワンチャンね。1番さんふわふわしてる発言、ここめっちゃ怪しいなと思った。うん、怪しいよ、こいつ。で、だからかな、7番噛んだっていうところも見えちゃうかなとも思いました。これすごい弱いんだけど、今日9釣りですよね。確実に、でも、僕7狂人で見ちゃってます、もう。なんでかっていうと、昨日の投票結果、皆さん気にしてないんですかね。7番が6番に入れてるんですね。え、昨日って明らかに3釣りの流れでしたよね。僕が最後の発言で3番釣りしか飲めませんって言ったにもかかわらず7番は6番に入れた、これ僕強靭ムーブだと思ってます。7番さん死んだけどな、じゃないかな。で、狼はそれを察して9番が守られる、狩人に守られると思って7番を噛んで占いローラーの流れに持ち込もうとしていたと僕は考えている。おーおーおー、うまい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 。でもその考え方が僕のミスリードだったとしたら怖いので、今日は9釣り安定だと僕は思ってます。3番が3番嵐なんですよね、これ確実に。僕がマイナスする前にもうマイナス5になってたんで、嵐ってことを考えると人狼仕様もちょっとどうかなって僕は思ってるんですよ。だからやばい、感づかれたぞ。4は多分村だ、こうか。なので今日は9釣りかなって正直思ってるんですよね。で、8番さんが本当に、ちょっと臭かったかな、演技が。これどうなのかな。で、9番新目で見るって言ってたのに、僕に殴ってくるあたり、ここ結構黒いかなって思いました、8番さん。1番さんは今日相変わらず僕は白いと思ってます。おぉ、1番さんって黒い血上げてたかな。ちょっと、上げてない。昨日は6が黒いって言ってたんだけど、今日なんか、ちょっと、発言が微妙だったかな。で、2番さんは今も相変わらず6-1が黒いってことかな。そう受け止めたんだけど、僕は今日は9釣り安定かなと思っているんですけど、9番さん目線も仕事もう2つ終えてるんですね。
人狼を釣っているのと狂人を釣れ、あの、噛まれているのっていうことで、誰も釣ってないです。9番さん釣り安定だと思う。誰も釣ってないです、私。発言してください。まあ、とりあえず、まあ、旧神でも神じゃなくても、まあ、釣るしかないとは思うんですけど。うん。はい、ね、気になった発言は8番さん。ね。ああ、6だ。旧神に見てるって言ってましたよね、8番さん。でも、ライン切ってる、うん、こうだ。7番さん、なんで狩人守らなかったのかなって言ったんですよね、8番さんが。そこがね、すっごい疑問。うん。だって旧神に見てるなら、8番さん目線、旧を狩人が守ってほしいはず。なのに7番さん噛まれて、なんで7番さん狩人守らなかったのかなって言ったんですよね。で、あとね、話し方がもうね、8番さん怪しすぎる。もう8番さん僕、狼だと思ってます。僕的にはもう3番さん、狼だと思ってて、で、8番釣りで終わりだと思うので、うん、今日8番さんに入れたいと思う。うん。1、2、4、5の発言は村目線に見えた。うん。1、2、4、5。まあでも安定を取るのは9番さん。投票を始めてください。俺釣られるやないかい。終わったか。9番のプレイヤーが選ばれました。9番うーん、そうですね、まあもうあと1匹しかいないんで、うーん、多分8番さんで終わるかな。村の意見聞いてて、うーん、8番さんで終わるとは思うんですけどね。うん、村人陣営の人頑張ってください。やばい、これさ、もう、バカこれ、もう、これ大丈夫なのこれ大丈夫なの、マジで。これもう、LINE バレてるけどな。16、捨てろ、俺のことを早く。いや、これもう、確実にバレたんだよな。昨夜は誰も知りません。ああ。そうですね。9番さん入れたくなかったけど。ちょっとショックです。はい。いやー、そうだな。一番最初。そうだな。八番さんなのかなとも思っちゃう。こう、あると。今の発言聞いた？いやー、9番さん入れたくなかったけど、これ人狼だな、これ。2番さん、また黒い血あげなかったですよね。おう。うん、髪先とか、そういうことを見て、黒い血って変わってくると思うんですよ。どっちだろう？未だに6血黒ってことですかね。それも発言なかったんですよ。2番さん結構臭いですね。うん。で、カリウドさん出ていいと僕は思ってます。どこを守ったのかと、CO。はい。カリウドが、これか !4。そうですね。6、4も村人陣営って、思ってほしいかなって思いますね。やばい。で、僕を噛むっていうことは9番シーンで、見ていいんじゃないですか。9番シーンで3番黒かなって僕は思ってるんですけど。うん。うん。ってなると、5、8、1、2ですね。うん、やっぱり8番と2番が臭かったかな、今の発言。2番の今日の発言聞いたのと、8番の昨日の発言がちょっと臭かったかな。うん。うん、今日は8釣りでいいかな。お、8番釣って、お終わんなかったら2番かなって正直思ってるんだけど。お、うん、皆さんの意見も聞きたい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。生活はうるさい。自分目線8って感じです。どうした？八番。発言して。親ちょっといろいろ言わせてもらえ。まず4番さんとかも、なんで僕釣りなんですか？本当にその理由が、ここに至っても、本当にわけがわかんないです。まだ狂人しか釣れてないから。昨日の投票を見る限り、もう、自分9番さん、がもう強靭で、6が8に入れるって、それでもう1がもう6に便乗して、なんか、完全にこれもうあからさまに、これ6と1が人狼だと思うんですけど。え？これ、どうなんですかね。え、6と1、僕人狼だと思うんですけど。いや、6強。だったらどう思いますか？カリウドでしょ。で、4番さんが、自分が4番のことを黒く言ったって言ってるんですけど、4番さんが、1日目の、1周目かな。一周目の時に5番さんになんかちょっと黒っぽいこと言って、で5番さんが、で4番さんにそれを返したから、で4番さんが、2番どこ行ったんだよ。ちゃんと反応したんですよ、一周目。なんで4番さんは、村が
で、見てるか、見てますって言ったんですけど、ね、4番さんがちょっと把握漏れしてたんで、あーと思いました。そう、把握漏れは正直村側としては、ほんとやめてほしいです。もう、ほんとに自分目線も、旧狂人で16が人狼でしか見えないです、ほんとに。こんぐらいです。いや、2番だろ、これ。そうですね。今回自分は、でも6が、狩人使用してるのか、でも3番がワンチャンあるんですよね、狩人。あの、嵐で3が人狼しようって、本当は村側で狩人しようっても本当にあるんですよ。ね、自分今日入れます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、8番さんが6、1人狼って言ってたんですけど、6番さんは、狩人で、グッジョブなので、むしろ褒めてあげていいぐらいだと思うんですよ。なんで6番さんが、黒なのか私はわかんない。いや、本当だよ。先生も6番さんかなり白。守ってるからな。白ですね、乗っ取りはないからな。なので、4番さんが私に、黒目あげてないって言ってたんですけど、最初私はまあ、8番さんスタートで、まあ、8番さんが動揺してて、で、あと6番さんは意見を聞いてみたいな感じで言ったと思います。で、8番さんが言ってた、私が6番さんに便乗っていうのも、それも多分把握もない。噛んでないってこと？私は昨日8番さんからスタートして、なので、8番、9番、1番だったので、それで8番がって言ったので、あ、便乗ではないです。以上です。噛んでないってこと？噛んでない説もあるね。8ぶっ込みでしょ、これ。これ割るでしょ。8番。ああ。村で唯一の城が、噛まれていくんですね。8番のプレイヤーは発言してください。もう特に言うことないです。もう1は人狼確定します。でも6番さん、でも、狩人使用してる。あ、でもそっか。でも、じじしてんのか。わかんねえよ、これ。わかんねえ、本当にわかんねえ。本当にわかんねえ。あ、でも自分は、人狼じゃないんで、本当に、人狼連れてないと思ってください、今回。本当に。やべえな。いや、3が人狼だったらめんどくせんだよな。7神で9、狂人、1人狼で、2白っぽいな、で4も白っぽい。で、わかんない、でも6、狩人使用してる。でも3もわかんないよな、3が狩人かもしれないし、それで嵐してんのかもしれないんだよな。うわ、わかんない、なにこれ。マジ嵐はやめてほしい。もうなんでだよ、ほんとに。なんで今回負けんの。村人頑張った。以上です。やってみなさい。ごめんよ。ごめんよ。いや、黒出し特攻強えな。マジで。サンカリウドもあるね。うん。で、噛んでない6、ワンチャンあるね。で、1は結構村寄り。で、2番の発言が黒。ってなると、こういう位置になるね。26。で、ラインがもう一切見えない。26ライン。で、ワンチャンさんが狼だったら終わらない。まあ、6は噛まれると思う。本当の狩人だったら、今回。で、ハンターは多分残ってる。5か4。あ、5か1。1、5っぽいんだよな、ハンターは。まあ、6噛むでしょう。狩人。ほんま、真だったら。多分真なんだよね、多分。1、2だと思うんだよな。そうだよね、普通に考えて。朝が来ました。終わった。6番ゲーム人狼の勝ちです。オーマイガー。いや5か。結構騙せたね。